キックオフの時間が迫ってきました。待ちに待った強豪同士の対決、これは目の離せない試合になるでしょう。今日のスタジアムはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、サガン鳥栖が鹿島アントラーズを迎え撃ちます。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。本日のアウェーチームはどう見ますか？このチームにとってはここまで順調なシーズンですね。今シーズンはリーグ上位へランクアップを狙っていましたが、期待通りの成績を残しています。後半戦に向けてこの調子を維持していきたいですね。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。前半が始まります。キックオフです。鋭い読みでカット、犬飼智也、レオシルバ、ミサオケント、ここからどうするのか、ドイショーマン、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。レオシルバ、レアンドロ、長木亮太、ドリブルで運びます。はたいて渡すこともできます。勝ち越しゴール来るか、また枠に当たった。ここはしのぎました。危険ではありましたが守備が上回りました。さっきのシュートはリードするチャンスだったんですが、枠に嫌われましたね。金崎ムー、イサッククエンカ、何をしてくるのか、しっかり見えています。予感はありましたが、この攻撃は不発。この位置でカットした、見事なタックルです。金崎、クエンカ、これは思い切った。サポーターの中には文句を言っている人もいるようですね。選手が倒されたシーンの判定に納得していないんでしょう。チョン・スンヒョン、相手ボールになります。
豊田亮平。ここはうまくボールを取りました。深い位置でのスローインになります。イサック・クエンカ、ここからどうする。イサック・クエンカ、ファーポストにクロスが上がった。クリアが足りないか。コンスンテが防いだもののプレーは続いています。レアンドロ、ミサオ・ケント、レオ・シルバ、チャンスにできるか。何を狙うのか。クロスのチャンス、さあどうする。セルジーニョ、 PK か。審判が笛を吹きました。この位置からなら直接ゴールを狙えそうです。いい距離ですね。ゴールを狙えそうです。これはポストだ。シュートが枠に嫌われましたね。しかし今のような攻撃を続ければ勝ち越しも見えてくるでしょう。クエンカ、クロスを上げたい。イサック・クエンカ、金崎ムー、コンスンテのセーブ、まだインプレーです。ここはカウンターアタックを狙うか。レアンドロ、自陣内でプレッシャーにさらされています。サイドのスペースが広く空いています。狙える位置です。抜いてきたぞ。中に入れたい。ここからどうするのか。何をしてくるのか。笛が吹かれました。オフサイドです。チョン・スンヒョン、果敢に仕掛けてボールを奪いました。シュートまで持っていきたい。守りきれるか。決まりました。先制点。ボールを支配し得点を奪いました。これまでもチャンスは多かったので当然かもしれません。チャンスボールをしっかりとゴールしました。あの位置からはしっかりと決めてきますね。素晴らしい読みでした。金崎ムー、谷口博之、イサック・クエンカ、福田明人、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。これは PK です。PK です。さらにイエローカードも出ました。これは仕方ないですね。あとは PK に注目しましょう。監督も怒っているようですね。もう少し落ち着いていけと言いたいのではないでしょうか。落ち着いてペナルティーキックを決めました。
PK はキーパーをよく観察するほど失敗するというデータもあります。結局キッカーがプレッシャーに勝てるかどうかが全てなんですが、ここは問題なく決めました。厳しい顔をしていますね。同点ゴールの後、何か作戦を変えるのでしょうか。土井翔馬、チョン・スンヒョン、イルカイ・トモヤ、長木亮太、鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。これは見事なパスカットです。レアンドル、真ん中にクロスを上げた。中央で受けた。打てるか。マイナスのクロスを入れた。勝ち越し点が欲しいところで、コーナーキックのチャンスです。生かしたいでしょうね。 PK はゴールの右に決まりました。さあボールを蹴った。期待の持てる展開にも見えましたが、ここまで。このパスは読んでいました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。福田明人、金崎ムー、いい形でゴール前まで持ってきました。このパスは簡単にカットされました。ボールを取り戻しました。フリーキックから試合が再開します。中の選手に合わせて得点につなげたいですね。いいカットです。ボールを奪いました。三沢健人、長木亮太、レオシルバ。この時間はかなり下がっていますね。ドリブルで果敢に攻め込みます。セルジーニョ、土井翔馬、よく止めました。まだまだ集中は切らしません。豊田洋平、ここからどうするのか。鋭い読みでカット。チョン・スンヒョン、ボールを奪われました。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。狙える位置です。いいボールを送りたい。ヘディングは枠に行きません。うまく当たりませんでしたね。外れた。これは決定的でした。惜しいですね。サイドからのクロスはチャンスになりそうです。現在同点なのもチャンスを作り出せていないことが原因でしょうね。サポーターを満足させるためにも攻めに一工夫加えた方がいいでしょう。パスをカット。いい読みでした。三沢健人、土井翔馬、土井翔馬、勝ち越しゴール来るか。ゴールには誰もいない。危ない場面でしたが、ここをしのぎました。はい、落ち着いて対処しましたね。ゴールライン際でクリアしました。これはディフェンスがよく反応しましたね。カウンターから仕留められるか。このカウンターは得点になりません。ボールを失いました。
これは見事なインターセプト。これはカウンターのチャンスです。見事な視野です。セルジーニョだ。いいボールが出ました。またもピンチか。よく止めましたがボールはこぼれています。ボールをしっかりとクリア。失点してもおかしくないシーンでした。入れば1点リード。キーパーのダイビングセーブ、ギリギリで止めました。中に入れた。レアンドロ。おっと裏へ出した。ここは縦を突くでしょうか。いいクロスだ。ナイスシュート。ゴール決まった。ここは旗が上がっています。オフサイドです。オフサイドですかね福西さん。そうですね、映像で見るとよくわかりますね。三沢健人、遠藤康史、セルジーニョ。何をしてくるのか。コーナーキックです。試合をリードするチャンス。このコーナーは誰に蹴るか。このヘディングは大きく外れました。フリーだったら入っていたでしょうね。監督も貴重なチャンスを生かせなかったことに憤りが隠せないようです。何か手を打ってくるでしょうか。スコアは1対1。ここでハーフタイムを迎えます。ハーフタイムとなりましたが福西さんどうでしょう。なんとか同点で折り返したというのが正直なところでしょうか。はい、守る側はよく守ったと思っているでしょう。こういう試合はメンタルの強いチームが有利なんですよ。決められないチームは焦って嫌な流れになり始めますからね。シュートまで持っていきたい。決まりました。先制点。ボールを支配し得点を奪いました。PK です。さらにイエローカードも出ました。これは落ち着いてペナルティーキックを決めました。いいボールを送りたい。ヘディングは枠に行きません。うまく当たりませんでしたね。キーパーのダイビングセーブ、ギリギリで止めました。いいクロスだ。シュート。ゴール決まった。こここのヘディングは大きく外れました。フリーだったら入っていたでしょうね。
鹿島アントラーズのキックオフで後半を迎えます。セルジーニョ、レアンドロ、ボールは相手に渡りました。これはファールですね。フリーキックが与えられます。アンヨング、さあどうする。金崎、いいカットです。ボールを奪いました。長木亮太、サイドへパスを出します。レオシルバ、下がっています。カウンター狙いでしょうか。ボールがフリーになりました。金崎ムー、ドリブルで持ち込んでいます。イサック・クエンカー、リードを奪いに行きましたが同点のままです。相手ボールになります。味方がサポートに来ます。スペースに見事なスルーパス、うまく読んだインターセプト。土井翔真、体を当てて取る、奪った。荒川力、これはよく見ていた。クエンカ、真ん中にクロスを上げた。レオシルバ、サイドにスペースがあります。ファーポストにいいクロス、見事なダイビングヘッド。これは見事なダイビングヘッド。クロスもヘディングも完璧でした。美しいゴールでしたね。何度でも見たいゴールです。別の角度からご覧ください。1点のリードが余裕を与えていますね。同点だった時よりも落ち着いています。金崎ムー、谷口博之、ボールをサイドへ展開します。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。レオシルバ、長木亮太、鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスを伺います。レアンドロ、これは見事なパスカットです。カウンターアタックのチャンスです。このカウンターは得点になりません。ボールを失いました。レオシルバ、セルジーニョ、土井翔真、相手が触りボールは外へ。コーナーキックです。ここで選手の交代です。より攻撃的に行くということでしょう。
さあボールを蹴った、クロスのチャンス、ドイショーマン、このパスは読んでいました。さあカウンターで一気に行きたい、カウンターからゴールを狙いましたがボールをキープできません。長木亮太、レオシルバ、セルジーニョだ、何をしてくるのか、ナイスディフェンスです。コーナーキックです。リードを広げるチャンスです。選手が交代します。疲労を考慮しての交代ということでしょうか。中を狙うか、止める、弾いた、中の選手を狙ってきた、前に出しましたが気を抜けません。ボールを前に運んでいく、パスが通ります、ゲームを作るパスが光ります。パスをカット、いい読みでした。狙える位置です。山本シュート、土井翔真、スペースに見事なスルーパス、リードを広げるゴールとはならず、チャンスを生かせませんでした。下がりすぎずに攻める姿勢はいいですよ。土井翔真、素晴らしい読みでインターセプトしました。観客席から大きな声援が上がります。チームがいい、これはよく見ていた。ここから狙うのか、アンヨング、シュートをブロックした。これは入らない、決まると思いましたが運がなかったですね。ボールを守っています。クエンカ、ファーにボールを入れた、レアンドロ、素晴らしいタックルです。相手が触ったのでスローインですね。レオシルバ、ドイショーマン、セルジーニョ、いいパスだ、これはいい反応でした。今度は止めましたね。中に入れた、ちょっとクリアが小さいか。山本シュート、ミサオケント、セルジーニョ、セルジーニョだ、ディフェンスが奪い返します。試合終了を意識し始める時間帯に入ってきました。裏も見えていたのか、チャンスにできるか、インターセプトでチームを救いました。ミサオケント、絶妙なロブパスです。レアンドボールチャンス、ここで見事なタックル。ホームのサポーターは諦めていませんね。すごい歓声です。この応援に応えないといけませんね。選手たちも最後まで足を止められないでしょう。見事なセーブ、入れさせない。
ボールをダッシュ、寄せが早い、アンヨング、コンスンテが防いだもののプレーは続いています。ゴール前、打てるか、試合終盤まさかの同点ゴール。得点チャンスが少ない中よく決めましたね。このまま勢いに乗って逆転もありえます。相手に押されていた状況で逆にゴールを奪いました。そうですね、訪れたチャンスをきっちりと生かしてきました。別の角度からご覧ください。鹿島アントラーズが選手を交代します。鮮やかな同点ゴールでした。叩き込まれた同点弾にスタジアムは沸いています。山本シュート、チョン・スンヒョン、白崎亮平、遠藤康志、前に進んでいます。さあ折り返せるか、キーパー止めましたがまだインプレー、相手ボールになりました。何を狙うのか、土井翔馬、同点で迎えたゲームの終了間際、値千金の勝ち越しゴール。支配率では圧倒していましたからね、うまく活かしました。激戦を決める得点ではないでしょうか。アントラーズ、ここは執念の勝ち越しゴール。このまま引き分けかと思ったんですが、鹿島はチャンスを虎視眈々と狙ってましたね。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。金崎ムー、イサッククエンカ、いいタックルでしたが相手ボールのスローインになります。金崎ムー、何かしてきそうですが中には入りません。クロスをブロック、白崎亮平、サイドが空いていますね。ボールは中の選手へ、クリアして危機を出しました。土井翔馬、レアンドロ、ボールは相手に渡りました。同点に追いつきたい、これが最後のチャンスになるでしょうか。仕掛けてくるのか、ファーポストにクロスを入れた、コンスンテのセーブ、まだインプレーです。ここはゴールを防いでキーパーがボールを手にしました。よくセーブしましたね、普通は入りますよ。素晴らしいスルーパス、このボールを通すわけにはいきません。ここはクロスのチャンス、さあどうする、これはクリアしきれないか。クリアボールは再び相手に渡っています。ホイッスルが吹かれて試合終了となります。チームが今日の試合を勝利で飾りました。福西さん、接戦も制しましたね。はい、この試合を勝てたのは自信になりますね。現在リーグトップの得点数を誇るアウェーチーム、このゲームにも危なげなく勝利しています。それにしても今日もよくゴールを決めました。決定力だけでなく
チャンスメイクのうまさがこの得点数につながっています。落ち着いてペナルティーキックを決めました。クロスだ。ナイスシュート。ゴール決まった。ここ。サイドにスペースがあります。ファーポストにいいクロス。見事なダイビングヘッド。試合終盤、まさかの同点ゴール。得点チャンスが少ない中、相手ボールになりました。何を狙うのか。同点で迎えたゲームの終了間際、値千金の勝ち越しゴール。支配率では圧倒的。